Okay, hello viewers from a Crossroad Lep. This is Lois from Glengoyne, wishing you all Slangeva. I do hope you enjoy Glengoyne and you enjoy every little glass you have and imagine yourselves here at Glengoyne. どうも、クロスロードラボです。今日はグレンゴインの紹介をしたいと思います。はい、本日はグレンゴインなんですが、実はですね、2019年9月にも、このチャンネルでですね、グレンゴインの動画作ってるんですが、今日はですね、それの更新版です。かなり、時間が経ってしまいましたが、今日はね、長くやっていこうと思います。このグレンゴインなんですが、ウイスキーをね、飲み始めの方あまりね、馴染みないかもしれないんですが、現在はですね、アサヒビールが正規輸入代理店ということで、まあ、いろんな場所にね、売られていてもおかしくないんですが、そうでもないですよね。この蒸留所はですね、ハイランドにあります。ハイランドはハイランドでもギリギリね、南の端っこの方に、熟成庫はローランドにあるということで、蒸留所自体はハイランドというね、変わった立地になってます。まあ、一説によると税金対策だったんじゃないかという話もあるようです。ニューメイクをですね、詰めた樽がローランド側にあるので、1970年代まではローランドモルトとして扱われてたようなんですね。現在ではですね、仕込み水や蒸留設備がハイランド側にあるので、ハイランドモルトというふうに、区分されています。創業は1833年。グレンゴイン周辺はですね、歴史的に密造酒の温床として知られているような地域で、グレンゴイン周辺には18カ所ほどの違法蒸留所があったそうです。もちろんグレンゴインも1833年以前から、ウイスキーを作っていて、他の古くからある蒸留所と同じく、免許を取得したのが1833年というわけで、地元の農夫、ジョージ・コネルさんが初めて認可を受けたということで、ジョージさんはですね、祖父からウイスキー作りを教わったということなので、2世代前にはすでにウイスキーを作ってたということになります。当時はですね、政府の役人が抜き打ちで来る場合があるので、蒸留所には常に見張りがいたそうなんですが、当時職人たちがですね、熟成中の樽に紐がついた小瓶を落として、こっそりウイスキーを飲むというね、ことが日常的に行われていて、見張りが来ると小瓶をそのままポトンとね、樽の中に落としてごまかしていたということで、出荷する樽にはたくさんの小瓶が入っていたなんて話があるようです。仕込み水の泉がある丘を、ダムゴインと呼んでいたので、かつてはダムゴイン蒸留所と名乗っていた時代もあるそうです。グレンというのはですね、ゲール語で谷という意味でおなじみなんですが、ゴインというのは鳥のガンのことですね、野生のガン。以前もですね、ボトルに小さくガンが描かれていたんですが、2021年のリニューアルで、ラベルには大きくガンが描かれるようになりました。1876年、グラスゴーでブレンダーおよびウイスキー商を営む、ラングブラザーズ社によって、このグレンゴイン蒸留所買収されてしまいます。ブレンデッドウイスキーのラングスを作ってる会社で、今でもこのね、ラングスの原酒グレンゴイン蒸留所作ってるんですね。1965年にはですね、ラングブラザーズ社はマッカランを所有するエドリントンの、傘下ロバートソン&バックスターグループに買収されて、エドリントンの傘下に入ります。この時にですね、一気に設備が整えられて生産拡大が図られたということで、現在のポットスチル3基という変則的な蒸留体制が出来上がります。シングルモルトに関してはですね、ちゃんと商品が確立するのは、90年代に入ってからということで、それまではですね、ずっとブレンデッドウイスキーの原酒を製造するというのがメインの蒸留所でした。そして2003年4月にですね、エドリントンはブレンダー兼ボトラーズでもある、イアン・マクロード社にグレンゴイン蒸留所と、そして、ラングスのブランド使用権を720万ポンドで売却します。そして今もイアン・マクロードが、この蒸留所を運営しているんですが、
このイアン・マクロードはですね、他にも2011年にですね、タムデュー蒸留所を買収して、そして、現在再建、復活予定のローズバンク蒸留所を所有する会社でもあります。バルクウイスキーの、ね、販売でも世界中に顧客を持っているので、日本もですね、結構ここからバルクウイスキーを買ってる会社も多いんじゃないかなと思います。蒸留所はですね、グラスゴーから20キロほどの、場所にあるので、観光するにもですね、アクセスしやすい場所にあります。すぐ近くにはですね、建設中のローズバンク蒸留所もありますし、ウイスキーやビールの評論家でおなじみのマイケル・ジャクソンさんから、最も訪れる価値のある美しい蒸留所と言わしめたほどで、コロナ禍前まではですね、年間約10万人が訪れてたと言います。グッズなんか売ってるショップもあるので、ツアーに参加する時間がない方でも気軽にね、ショップに立ち寄って買い物もできますし、商品ラインナップもかなり充実しています。自分でウイスキーを詰めて持って帰れるハンドフィルなんかもあります。あいにくですね、この時はね、品切れだったんですね。残念です。次にグレンゴインの製法のこだわりなんですが、まずはですね、モルトはノンピートということで、しかも自然乾燥なんですって。かなりね、時間をかけて乾燥しています。現在モルトは製麦業者から、購入しているということもあって、個性を吹き込むのは自分たちでやりたいということで、製麦業者に委ねたくないとのことなんですね。あとはピートが、グレンゴイン自慢のフルーティーな味わいをマスキングしてしまうという、そういうね、理由もあるようです。ピュアな大麦の甘さを追求しているということで、麦汁の糖分が多いのが特徴です。発酵素は伝統的なオレゴンパイン製が6基。蒸留はゆっくり行うのがグレンゴインのこだわりで、初粒釜1基に対して再粒釜が2基あります。初粒釜で蒸留されたものがこの2基の、ね、再粒釜に行くということなんですね。さらにこの蒸留機の膨らみ、バルジのおかげで、アルコールの速度が落ちるので、ゆっくりそして銅と接触する時間が増えるということで、硫黄などの人が、あまり好まない嫌気成分を取り除いてくれるという効果があります。それによってエステルが強くフルーティーなスピリッツができるというわけなんですね。もちろん蒸留速度を倍にすれば生産量、倍になるんですが、それではグレンゴインの味が失われてしまうということで、現にこのグレンゴイン、老舗スコッチ蒸留所の中ではかなり生産量が少なくて、年間110万リッターほどしか作れていません。これ人気が出るとね、一気に原酒がなくなるような量です。熟成はオロロソシェリーダルが主体ということで、スペインヘレスにあるクーパレッジテバサ社から仕入れたヨーロピアンオークを使用しています。まあ、フレンチオークのことをヨーロピアンオークと呼ぶ場合もあるんですが、ここはね、スパニッシュオークのことですね。スパニッシュオークはスペインに生えている木の総称という側面もあるので、まあややこしいんですが、ここではね、公式に従ってヨーロピアンオークと呼びます。蒸留所にも木のサンプルが置いてあって、学名のクオコスルーバーというね、ヨーロピアンオークの学名が書いてあるので、まあ間違いないんじゃないかなと思います。こちらはスペイン北部が産地のようです。その他にはアメリカオークのシェリーダルも使用してますし、あとはバーボンダルですね、ジャックダニエルだったり、ヘブンヒルのアメリカンウイスキーダル、そちらも使用しているとのことです。もちろんシーズニングのシェリーダルなんですが、樽を発注してから出来上がるまでなんとね、6年もかかるということで、厳選したもののみを使用しているとのことです。熟成庫は伝統的なダンネージ式、3段までしか積みません。夏も暑くなりすぎず、1年を通して安定した室温が、特徴ということで、熟成も含めて全ての工程がゆっくり行われるというのもこのグレンゴインの、ね、製法の特徴ということなんですね。ちなみにここは第一熟成庫なんですが、最初に作られた熟成庫ですね。基本的に見学用の場所なんですが、今でもね、特別な樽が熟成されています。長い年月をかけて熟成を終えるとブレンド、そしてボトリングなんですが、ここでは一切着色料を使わない、無着色なのもこの蒸留所のこだわりです。そんなグレンゴイン蒸留所のモットーは、ウイスキー作りに紳士であること、そして華麗に美しく非効率であれだそうで、今までの、ね、説明で分かりますよね。次はね、そんなグレンゴインのラインナップ紹介したいと思います。
はい、続いてですねグレンゴインのラインナップなんですが、現在はですね、かなりシンプルなラインナップになっていて、基本的には年数表記がされたものがスタンダードなシリーズとなっています。日本の正規代理店の販売ではですねグレンゴイン10年と21年しか販売されてないんですが、並行輸入品ではそれ以外も手に入るということで、本家オフィシャルのラインナップを参考に紹介させていただきます。まずグレンゴイン10年、はい、公式にはですね10年以上熟成されたヨーロピアンオークとアメリカンオークのシェリー樽原種をブレンドという説明が書いてあるんですが、リニューアルする前の情報なんですが、ブランドアンバサダーのゴードン・ダンダスさんによると、ファーストフィルのヨーロピアン、シェリーダルが 15%、 そしてファーストフィルのアメリカンオークシェリーダルが 15%、 そして、リフィルダルが 70% というふうに書かれています。まあ、リフィルダルは多分シェリーダルのリフィルなのかなとは思うんですが、これリニューアル前の、ね、情報なので、リニューアルでねブレンドももしかしたら変わってるかもしれません。一応ね参考までということで紹介します。続いてグレンゴイン12年、はい、こちらも公式には具体的に何も載っていないのでリニューアルする前の情報です。ファーストフィルのバーボンダル原種が 30%、 そしてファーストフィルのヨーロピアンオークシェリーダルが 20%、 さらにはリフィルダルが 50% ということで、アルコール度数もですね10年が 40% だったんですが、12年は 43% になっています。続いて、グレンゴイン18年、はい、究極のバランスを求めた味わいということで、 35% がファーストフィルのヨーロピアンオークシェリーダル原種、そして 15% がファーストフィルのアメリカンオークシェリーダル原種、 50% が厳選された品質のリフィルダル原種と、これはね現在の公式に書かれた情報なので、今のグレンゴイン18年の内容です。グレンゴイン18年はねちょっと日本ではね売ってるとこ少ない感じですね。売っててもちょっと高めな感じがします。はい、そして、グレンゴイン21年、はい、以前紹介した時はですねこちら1万3000ぐらいだったんですが、かなり値段が上がりました。こちらはヨーロピアンオークシェリーダルが 100% ということで、21年と25年はヨーロピアンオークのシェリーダル 100% になっているのが特徴です。ちょっと値段がね買いづらいなと思います。まあ他の銘柄と比べると21年でこの値段はもしかしたら、普通かもしれないですね。蒸留所のツアーだとですね飲み比べはグレンゴイン10年と、18年、そして21年の3種類がね出てきました。もしねどこかバーで飲むようなことがあったら、3種類あれば飲み比べてみてください。次はね実際に10年12年21年、それが、うちの店にありますので飲んでみたいと思います。はい、それではね早速飲んでいこうと思うんですが、10年と12年と21年を用意しました。やっぱりね18年はちょっと入手性も悪いし値段も少し高いので、この3本の方がね皆さんの参考になるんではないかと思って、この3本を飲み比べしたいと思います。特にですね10年と12年の味の違いっていうのはどういう感じなのかなってわからない方もいると思いますし、先ほどね説明しましたが、やっぱりね公式にも具体的にあまり書かれてないので、まあ、テイスティングノートで、違いをね探すっていった感じなんじゃないかなと思うので、実際に飲んでね、まあしかもいろんな飲み方をして比べてみたいと思います。よし、21年はちょっとねごっついです。はい、箱もねめちゃくちゃ豪華なので満足感は相当あるかもしれません。それではねまず10年いってみます。いただきます。あ、もう10年はねもう一番最初からもう蜂蜜の香り、そしてやっぱり青りんごですね。青りんごの香りがします。少しですね草っぽい感じの香りも感じますけど、後半に行くにつれてですね少しこうウッディーな感じ、木のね感じだったり、あとはちょっと香ばしいナッツの香り、でもねフルーティーなこの青りんごの香りがかなりね強いですね。いただきます。
うん、全体的に結構ね、軽めですが甘さもしっかりしててアルコール感はちょっとありますけど、後半にはだんだんこうバニラ感だったり、あとは、まあ、キャラメルのようなちょっと甘さだったりとかね、あとはナッツの香ばしさみたいなものがこうだんだん続いてくるかなっていう感じなんですね。まあ、全体的にちょっと軽めの脂質かなと思いますけど、逆にですねロックだったりとかハイボールに結構合うんじゃないかなとは思います。もちろんですねこのまま飲んでもかなり個人的には好きな味わいです。ちょっとアルコール感がきついなと感じたら少しね加水して飲むのが一番いいかなと思いました。うん。まあクリーミーな感じもありますし味わい的に結構カジュアルな感じですね。次はねグレンゴイン12年。ああこちらの方がどっちかというと蜂蜜感が強いかなと思います。ちょっとね柑橘のような、シトラス感もありますし、あとはまあバニラ感、バニラちょっとココナッツなね感じがありますね。うん、ウッディな感じ。飲んでみましょう。いただきます。ああこっちはこっちでね、よりね全体的にこう熟した感じがあるので青リンゴがね赤リンゴになった感じがありますね。そしてちょっとこうスパイシーなね感じ、シナモンですね、ちょっとシナモンの感じとかあります。うん、赤リンゴともうシナモンって言ったらもうアップルパイの感じですね。そしてちょっとまあジンジャーっぽい感じ。うん、まあ結構スパイシーですねこっちはね。うん、これは結構ね時と場合によるかなっていう感じ。10年と12年は本当にねその時によるっていう感じで、12年の方がちょっと重たい感じがあるので軽い感じで飲みたい時は10年の方がいいかなっていうそんな感じですね。はい次はですね21年、いただきます。あ21年はもう香りからねベリーの感じ、ギュッと凝縮されたね、レーズン感があります。こちらもね赤いリンゴの感じがありますけどよりね、凝縮された感じはありますね。あとはねちょっとキャラメルとか、香りから少しこうスパイシーなね感じもありますね。うん、ちょっと香辛料感というかね。いただきます。うん、飲み応えは結構ありますね。やっぱりね、レーズンの感じだったりあとは蜂蜜の感じもありますし、うん、スパイシーですね。そしてね余韻はこうシナモンの感じだったりとか全体的にかなりまろやかです。ちょっとアルコール感がね目立つかなっていう感じはあるんですが、その辺は少しこう加水でね対応できるんじゃないかなと思いました。余韻にはねかなりウッディさが残ります。木の感じがね結構全体的に感じますね。うん、やっぱ12年21年は結構スパイシーさが目立ちますね。これは結構こう樽由来のねシェリー樽由来のスパイシーさなのかもしれません。次はねロックでいってみたいと思います。はい、ロックといってもですね氷をちょっと入れて冷やしてね飲んでいこうと思います。いただきます。あ、冷やしてもねだいぶこう香り立ちがねいいですね。すぐにねもう蜂蜜の香りがしっかりこう上がってくるので味はね結構甘いんじゃないかなと思います。いただきます。うん、相当まろやか。これねロックは結構甘くてね人気の出るタイプの味わいですね。ちょっとね余韻もやっぱりスパイシーさが残るかなと思うんですが、口当たりはかなり、とろっとね蜂蜜のような甘さがあります。余韻はそんなに長くないですが少し冷やすぐらいがねちょうどいいかもしれません。うん、香り立ちすごいですね。うん、美味しいです。次はねジュニア。あ、こっちもね香り立ちめちゃくちゃいいです。冷えても全然こう香り立ちが引っ込まない感じですね。
こっちもね、基本的には結構こう蜂蜜のね香りが上がってきます。10年の方は冷やすことでね、ちょっと全体的に軽かったものが逆にねちょっと重みを増した感じがねありました。12年はね、冷やすとそのまま赤いリンゴのフルーティーさがちょっと、感じにくくなったかなっていう感じですね。いただきます。12年の方が全体的にまろやかになりました。どっちもね結構冷やすと甘いんですけど、12年の方がやっぱり余韻がね結構長いですね。最後までバランスよく口に残る甘さがあるっていう感じ。10年の方は割とね余韻はねスパンと切れるタイプで、ちょっとスパイシーさが残るかなって感じだったんですが、12年は冷やすとねストレートの時とはちょっとこう裏腹に最後まで甘さが残る。いまだにねまだちょっと甘さが残ってますね。ロックで飲むならね12年の方が僕は、好みです。はい、次はね21年。おお、冷やすとねちょっと硫黄感が出てきましたね。だけどそんなに嫌じゃない感じ、少し香ばしい感じですね。よりこう香りが複雑になった感じがしますが、シェリダルっていう感じのね典型的なフレーバーが出てきました。ちょっとこう癖のある感じではありますが、苦手な方はねこれを癖と捉えるかなとは思いますね。いただきます。飲んでもやっぱりちょっと硫黄の感じが強く前面に出てきました。だけど全体的なまとまりはね悪くないですね。程よい甘さと、余韻に残る程よいスパイシーさ、人によってはちょっとね、癖っぽく感じるかもしれないので、個人的に21年はねストレートの方がまだいいんじゃないかなと思います。ロックにするとちょっとねバランスが崩れた感じがありますね。それで言うとやっぱり12年の方がねバランスは結構いいんじゃないかなと思います。もちろんねボディ感とか飲み応えに関しては21年の方があるんですが、ちょっと冷えれば冷えるほど、癖が出てきたんじゃないかなと個人的には思いました。気にならない人は全然気にならないと思います。僕もね全然気にはなりません。でも冷えて、氷が溶けてちょっと加水されるとちょっとこう水っぽくなるかなっていうのが、感想です。はい、はい、最後はですねもちろんハイボールということで、ハイボールはね10年と12年にしました。あんまり21年をねハイボールにしても参考にはならないんじゃないかなと思ったので、まずは10年からいただきます。10年の方はですね素朴な麦の甘さと、あとは蜂蜜の感じですね。思いのほかね爽快な感じはないんですが、その反面ね飲み応えは結構ある味わいです。余韻にはねほのかにウッディーな樽感とフルーティーさが残るということで、めちゃくちゃねハイボールには合います。ただ軽い感じではないので、食中というよりはね食後でも全然いいぐらい、割とねしっかりしたハイボールの味わいですね。次はねちょっと12年いただきます。12年はねさっきの10年の味わいにちゃんとこう、フルーティーさ、ちょっとこうリンゴのようなフルーティーさとプラスアルファ余韻に少しこうビターさがね、残るかなって感じで、ビターさもねそんなに極端じゃないので程よいスパイスな感じですね。12年の方がよりね飲み応えを感じました。もうごくごく飲んでる時から、フルーティーなね、感じがあったんですが、やっぱり10年の方がちょっと軽めなのか、より麦の甘みっていうねちょっと穀物感みたいなものの方が強かったです。結構クリーミーなね味わいに感じました。だけど12年の方は、よりねちょっと熟したフルーツの、感じがありますので
て、こちらもねそんなに食中という感じではないですね。割と飲み応えがしっかりありますので、個人的にはデザートウイスキーでも十分いいんじゃないかなと思いました。うん、12年の方が個人的にはグレンゴインのフルーティーさがね際立った感じがあります。余韻にもねしっかりフルーティーさ残りますね。逆に10年の方はねちょっと素朴なイメージですね。飲み疲れはね10年の方がしないとは思うんですが、一杯飲むなら12年かなとちょっと思ってしまいました。皆さんもぜひやってみてください。はい、いかがだったでしょうか。グレンゴイン、最近はですねボトラーズのリリースも結構少ないので、飲みたくなったらぜひですね一度オフィシャルから試してみてください。最初のですねルイスさんも言ってたように、蒸留所をね想像しながら飲むとまた美味しさが増すかもしれませんし、まあ、10年とかね12年購入しやすい価格帯なんですが、まあ、18年とか21年はぜひねどこかのバーなんかで出会ったら飲んでみてください。25年とかにもね出会えるんじゃないかなと思います。そしてグラスゴーとかエジンバラのですね観光のついでに行けるようなアクセスのしやすい場所にもありますので、機会があったら蒸留所にもね足を運んでみてください。今回かなりね長くなったんですが、ぜひねグレンゴインを飲むときはまたこの動画をね、再生していただけたらなと思います。それではチャンネル登録、ツイッターフォロー、インスタフォロー、サブチャンネルの登録をよろしくお願いします。クロスロードラボでした。バイバイ。